コンサドーレ札幌対松本山雅、この模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ、二人、今日はよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、七海さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。まあ、結局中盤なんですよね。中盤での支配力が勝敗に結びついてきますからね。そしてベンチワークも非常に興味がありますよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、間もなくキックオフの時を迎えようとしています。キックオフです。コンサドーレ札幌対松本山雅、エキシビションマッチが始まりました。ゲームの序盤、どう動いてくるんでしょうか。コンサドーレボールになります。どうだ、宮崎、サイドのスペースを使います。ボールは渡る、こぼれてる、これを拾う、花野。5分が経過しております。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。立ち上がりからあまり動きのないゲームですね。両チームとも非常に硬い入りだなっていう感じがしますね。くもり、組み立てながら攻め上がっていく。前半の19分を過ぎたところ、どうだ、いや、早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったでしょうね。今みたいなアイリー組のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。ボールを下げてリズムを作るか。ボールを受けます、中央へ、いや、こぼれてる、しっかりと抑えました。深いサイドへスルーパス、弾かれますがコーナーキックのチャンスを得ます。最初のコーナーキック、上がる、アンチング、コンサドーコーナーキックが続きます。さあ、どのようなボールを選択するか。どうだ、決まった、先制。コーナーからのヘディングでした。ボールが入ってきた時に焦らずにしっかりとヘディング、いい判断だったと思いますね。ゴールが決まりました。1点取った後は激しくゲームが動くと思いますからね、特にリスタートは集中した方がいいと思いますね。さあ、抜きにかかるか、どうする、パスは通りません。さあ、どこへ出す、右サイドへ振ってボールつながります、突破できません。さあ、右サイド、どう攻めてくるか、岩間、宮坂、
こぼれてる。スライディングタックルで奪います。サイドを走る。さあどう展開するか。絶好のパス、シュート。ここは枠の右へと飛んでいきました。このゴール前のエリアを開けてしまうとシュートまで行かれてしまいますよね。追加点を取られる前に守備の修正が必要ですよね。安藤、いやーいいボールが、面白い。これはクリアします。松本山雅としては攻めてはいるんですけど、やはり最後の詰めの部分ですよね。さらに返す。ファールに合います。さあ今のファールリプレイです。どうだ、かろうじてクリアです。上げる。さあどうだ、ヘッド、クロスから合わせましたが、ここは及びませんでした。石原、打てるでしょうか。いいですか。これは PK ではありませんでしたが、しかしいい位置からのフリーキックを得ます。イエローカードです。さあリプレイです。これはしのぎたいところ。こういったところから試合の流れが変わったりしますからね。直接狙った。これはクロスバーのわずかに上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っておきたかったですね。ボールは渡る。渡ります。コーナーキックです。さあラストプレーになるのか。前半どうだ、ヘッド。ここで前半の45分が終了しました。コンサドーレ先制してハーフを迎えました。まあ、当然後半も追加点を狙ってくるでしょうけどね。相手も早いうちに取り返したいでしょうから、立ち上がりから激しい展開になるかもしれませんね。ありがとうございます。さあコンサドーレ前半終わって1対0リードで折り返します。後半です。コンサドーレ勢いを持続できるのか。どう、ボールは渡る、拾います。切り込んでいく。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。仕掛けたいですね。さあ打てるか。このパスは流れてしまいます。両チームともメンバー交代があるようです。パンチングとこぼれている。中央も悪くないんですが、サイドを使うための崩しで使えるといいですよね。できれば両ワイドの広いスペースで勝負してほしいですね。前線へ。さあパスを受けて、後半に入りそろそろ15分というところ。
右サイド上がっていく。さあ展開があるか。戻した。このラインは簡単に崩せないですよ。なかなかシュートまでいけてないんですよね。展開できるか。クロスが入る。クリア。守備陣の緩慢なプレーを見逃しません。堀米駆け上がる。柔らかいボール。おお、こぼれてますね。ボールを上げる。中央受けます。いいところこぼれている。ピンチを免れます。両チームも同じタイミングで動いてきます。サイドのスペースを出します。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。松本山田としては縦のボールがしっかり通ると状況変わってくると思うんですけどね。なかなか取れませんね。になりました。最後のダイレクトパスはね、イマジネーションあふれるいいプレーだったと思いますね。堀米トクラ、さあ左へ預けて原野、中央へダイビングヘッド、ゴール。コンサドーレ、これがダメ押しゴールになるのか。こぼれ球に反応、そのまま押し込みました。こういったこぼれ球を冷静に決められるっていうのは素晴らしいですよね。ポジショニングも良かったですからね。1点を追加し2対0としています。いや、この試合終盤で2点リードしたのは非常に大きいですね。ここからは少し余裕を持って試合を進められそうな感じがしますね。右サイド駆け上がってくる。さあサイドのスペース、今ダイレクトで上げてきましたけども、なかなかいいアイデアですね。さあ前向きます。中央、前を向いた。前を向いて受けます。ダイレクトゴール。点差は3点。試合が決まってしまうのか。流れるパスワークからゴールが生まれました。つなぎながらうまく相手を崩しましたよね。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないですからね。3対0と順調にリード。まあ、1点取った後またさらに追加点、そういった意味では狙いとしては最高ですよね。曇り、内村、ボールを上げる。
込んなかったですけど大きな揺さぶりですよね。アンカーですね。さあどうするヘイス、見事なパス、さあ打てる、さあスペースを狙う、当たります、松本山がボールです。ヘッド、このヘッド抜くありませんでした。スタートしたところで長い笛です。コンサドーレ圧倒的な強さで勝利しました。さあ名波さん、今日のゲームどうでしたか。札幌としては自分たちのリズムの時に点が取れましたし、そうでない時の守備意識も非常に高かったですね。思い描いていた理想のサッカーができたと言えるんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。この試合の解説は北澤剛さん、そして名波浩さんでした。名波さん、北澤さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コンサドーレ勝利を得ています。